2018年の12月29日になりました。夜中の0時3分です。よろしくお願いします。写真の現像をやりながら、コラボ枠やりたいと思います。よろしくお願いします。コラボ上がりたい人は、教えてください。ウィス。
LINE ID? どうしよう。DM じゃダメ？ DM じゃ。今電話できないよ、携帯配信だから。どうすればいいんだろう？ LINE。LINE ID ないんだよ、俺。QR コードじゃないとできないんだよね。コラボ上がればいいじゃん、今。コラボ上がりなよ。コラボ。コラボじゃダメなの？話があるなら。これ携帯配信なんだよね。いや、コラボ上がればいいじゃん。いいよ。コラボ上がりなよ。コラボ枠なんだから。LINE は、DM で QR コードを送ることはできるけど。ね、だからコラボ上がってくれよ、いいじゃん。うっさ。はい、どうも。ちょっと待って、コメント切るから。はい、どうも。ちょっとお聞きしたいんですけど、はいはい。ワードさんって配信歴でどれくらいですか？6年かな。6年やって、さっきまで20人くらいだと 20人くらいだったと思うんですけど、どういう気分で配信するんですか？垂れ流しかな。普段から垂れ流しってことですか？内容がない配信ばっかやってるってことですか？そういうことです。なんで上を目指さないんですか？何？配信で上って何すか？閲覧とか求めたりしないんですか？だって閲覧なんか増えたって何にもなんないもアイテムは飛んでんですか？ちなみに。ん。飛んでないよ、全然。何のために配信してんですか？暇だから。あくまで暇つぶしのツールってことですか？そう。だったら、あ、でも言うことないな。言うことなないいでい、いや、言うことなんかないよ。ないよ。しょ。何を楽しくあれやってんです？その配何も信で。何も楽しくないよ。暇だからだっつってんだろ。本当にもうまんま暇つぶしぐらいの感覚なんですか？暇なんだもん、しょうがないじゃん。映画とかなんとかっつうの。あれも暇つぶしのためってこと？全部暇つぶしだよ。
いや、もう全部の言葉暇つぶしで片付けられちゃうっすね。そうだな。だって俺人生暇つぶしって普段言ってんだよ。いや、最後にアドバイスですけど。え、何もう、何喧嘩突つもう終わりなの？もう本当にいいの？いや、いや、全部そういうふうにね。うん、うん。言葉で片付けられても喋ることもない。それが多分閲覧に出てると思うんですよ。ワードさんも。はいはいはい。20人ってね。はいはいはい。6年やって20人しか閲覧来ない人ってなかなか見ることってないと思うんですよね。うん、いや、エセアカとかいるじゃん。いや、エセアカにおいてはもう過去の前歴がありますからね。うん、けど、ワードさんがヒットしてる。何、ちょっと待って待って。過去の前歴って何？エセアカってもうニコ生の時だったらヒットした人物じゃないですか。うん、ほう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 。和道さんヒットした時あります？ヒットがよくわかんないけど、なんなのヒットって。あります？少しでも閲覧が多かったとか。俺、あれだよ、あの、ニコ生の時お前より閲覧多かったよ。ニコ生やってないからちょっとわかんないんですけど、どれくらいあったんですか？ 1000 ぐらい。それ、和道さん一人でどんだけ増やしたんですか？水増ししたんですか？水増ししてない、してない。なんで1000人あった人が7分間で閲覧20人しかって。いや、だからさっき説明したじゃん。エセアカも同じでしょって。エセアカとワドさんじゃだって全然違うじゃないですか。活躍の仕方が。いや、だから活躍してたよ。1000人ぐらいあったよ。閲覧増えても何もならんぞ。だってアイテムも飛んでないじゃないですか。塾長だってエセアカ来ますよ。あ、そうなの？エセアカ来んの？塾長。エセアカのとこに来ますよ。知らんかった。ノンラブだけじゃないですか。ノンラブ投げてないよ、俺の枠で。最近でしょ。来るだけで全然投げてないよ、ノンラブ。最近。昔は投げてくれたけど。うん。超低空飛行だから、俺。低空飛行？そう、低空飛行の和道だから。ワドさん喋ってもつまんな。え？なんでもないです。おう。なんか、絡みにくいっすね。絡みにくいよ。え、知らなかったの？お前、俺が絡みにくいって。いや、前から知ってたけど。知ってたでしょ？俺、めちゃめちゃコミュ障だよ。ここまでつまんないと思う。あのね、そうそうそう。お前ね、分かってないんだって。俺と喋ったら事故るだけだから。だからコラボとか書けないんだよ、他の人は。知らなかったの？あの、過疎は伸びようと思わないの？伸びようと思わない？いいんじゃん。お前みたいな。正直どうでもいい。閲覧は。もうね、中で、お前も、お前何年目今？じゃあ、なんで捨て頃出たの？捨て頃、いやいや、閲覧のためじゃないよ、別に。だって出ても出なくても買う。何のため？殴り合いがしたかったの？まあ、ボクシング面白いなと思って。なんでボクシングの試合には出ないで捨て頃をチョイスしたの？だってボクシングの試合出れると思う？俺が。なんで出れないの？捨て頃は出れるけど。捨て頃だって。だって練習してたんでしょ？してたよ。なんでボクシングの試合はダメなの？だからボクシングの試合俺が出れると思う？お前。え、出れるでしょ。プロライセンス取れると思う？俺33なんだよ。取れないってこと？取れない。めっちゃ喋ることね。でしょ？ないよ、喋ることなんか。お前何年目配信？俺は2年目かな。あー、6年、4年経ったら分かるよ、俺が言ってる意味。閲覧増やしたいとか、俺もそういう時期あったよ。4年経っても、多分和道さんよりは閲覧高いと思うんだけどね。ああ、まあまあ、そうだろうね。だから頑張りな、俺みたいにならないように。同じ配信してて、閲覧20人の配信で、コメントもね、うん、1個目で、うん、何楽しいか分かんないもん。うん、いや、だから楽しくないって。お前の感想の通りだよ。別に楽しいと思ってやってないよ、俺だって。何のためにやってんの？だから暇だからだっつってんの。コメントもないのなかったり、だって暇でしょ？暇だよ。暇暇。解決策になんないじゃん。いや、まあまあ、やってないよりはマシかなっていう。なんでコメントもないのに？コメントなくて。いや、だって寂しくないじゃん。
コメントないのに。コメントないのに。7分間で1個目だったのに。うん。どう寂しさがあれなるわけ？どう寂しくないの？じゃあ部屋の中で一人で作業やってたら悲しくない？だってコメントないんだから。おう。一緒じゃない。数字がただ閲覧の数字だけが増えるだけで。配信においてのコメントって一番重要だと思うんだけど。ああ。いや、俺は、放送つけてた方が楽しいんだよね。うん。コメントなくても？コメントなくても。じゃあ、携帯で録画とか撮っていけばいいと思うんだけど。いや、もう余計寂しくなるだろ。そっちの方が寂しいだろ。やっぱ和尚さんは無敵の男でした。お疲れ。はい、お疲れ。アイテムありがとう。あれ？アイテムありがとう。ういっすただね、養分伊藤くんっていうワンワンの彼氏だね。ワンワンっていう絶世の美女がいるんだけど、配信会に。配信会の絶世の美女の彼氏だね。すごい美人がいるんだよ。ワンワンっていう。とんでもない美人がいるんだよ。とんでもない美人が。知らないの？ワンワン。俺ワンワンと仲良くないよ。二人で番合戦やってたぐらい犬猿の仲だよ。めちゃめちゃ仲悪いよ、俺とワンワン。知らないの？めちゃくちゃ仲悪いよ。そうそうそう、ワンワンと付き合ってるんだよ。ワンワンの彼氏だね。年末何もやんないの、もう写真とか映画とかばっかりやってると思うよ。何にもやる予定ない。何やろうかな。クリスマスも一緒にいたんだ。仲いいね。美容整形めくった。そう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 。あと風俗で働いてんのもめくった。そう、犬猿の中だから。昨日の写真は映像作品のなんていうのかな、素材というかテスト段階だね。映像の前の段階の作品。わ、すげえな、閲覧こんなにあんだ。ありがとう、来てくれて。面白くないぞ、俺の放送。何も起こんないぞ。
モデル、プロのモデルさんはお金払うし、付き合いでやってくれてる人はお金、ギャラとか特にないし、って、場合によるよ。うん、もちろん逆に、プロのモデルさんからカメラマンに依頼が来る場合もあるし、状況によるとしか言えない。うん、ワンワンと仲悪かったよね、俺ね。びっくりするぐらい仲悪かったよね。バイト代出るなら？うん、うん、どういうこと？バイト代出るなら？うん、うん、うん、どういうことだろう？ちょっとごめん、よくわかんないわ。バイト代出るならってなんすか？家賃ここ6万だね。家賃は6万。こんばんは。パドです。あ、誰か来た、コラボ。いいですよ。あれ？コラボ今つけたけど。あれ？コラボどうぞ。もしもーし。どうされました？コラボ上がっていいですよ。全然。どうぞ。こんばんは。こんばんは。どうも。ラーメン店長と申します。和田尾と申します。よろしくお願いします。いや、はい。なんかよく似てるって言われるんです。似てるんですか、顔が。はい。あー、目寄ってる感じ。あ、目寄ってますね。似てますね。あー、似てるかも。似てるかも。僕33なんですけど。
お、俺も33っすよ。あれ、あれ、生き別れの。生き別れの双子ですかね。あれ、生き別れですよね、完全に。お、おでこどうですか？ちょっとおでこ、おでこ確認していいですか？おでこ、おでこ、はい。ああ、いや、俺の方が、いや、おでこそうでもないですね。おでこ広いんですか、僕。おでこ、いや、俺の方が広くないですか？あれ、生き別れの。生き別れですかね。マジですか？生き別れか。まあ、似てるかもしれないですね。はい。はい。いつかですね、いつか、あの、はい、血液検査して、あの、もしかして、あの、同じだったら、はい、なんか仲良くしましょう。そうですね。はい。これだけはいいけど、はい。え、はい、何月生まれですか ?10 月ですね。あ、じゃあ僕、お兄さんですね。マジっすか？弟の可能性が。なるほど、なるほど。はい。はい、いや、親近感、親近感あるな。僕、5月なんで。ああ、10月だったら本当にやばかったっすね。やばかったっすね。やばい。やばかったっすね。はい。まあ、ありがとう。ありがとうございました。さよなら。はい。似てるなぁ。そっくりだなぁ。いや、ちょっと似てたね。似てなかった？俺びっくりしたんだけど。顔似てるでしょ。そっくりだったね。ビビるわ。いるんだな、似てる人って。お、のんちゃん、お疲れ。お疲れ。似てたね。びっくりしたね。すげえ似てたね。いや、あれは似てたな。俺も似てるって思ったもん。似てた。びっくりした。え、何の業界の人なんですか、ともにゃんさんは。え、ともにゃんさんは何業界の人なの？ともにゃんさんは何業界の人なの？よくわかんないんだけど。なんか勝手に、なんか同じ業界にされても困るんだけど。ああ、バイトで撮影してるんですか。はあはあはあ。え、それと僕のやってる活動と何の関係があるんですか。ちょっとよくわかんないんですけど。バイト。バイトすればいいんじゃないの。カメラマンですけど、はい。え、なんで金払ってトモニャンっていう人を撮らないといけないの、俺。意味がわかんないんだけど。いや、別に僕モデルに困ってないですから。何にも困ってないんで。
あの困ってるカメラマンのところに行ったらいいんじゃないですか。どういうこと？全然よくわかんねえな。困ってる人のところに行けばいいんじゃないの。はい、ワード2。あ、また来てる。ん？あれ？コラボ来ないな。なんかコラボ来てたけど消えちゃったな。のんちゃんとコラボいいよ、全然。これは全然いいよ。なんだろう、コラボなんか壊れてる。なんだろう、なんだこれ。あ、来た。どうもこんばんは、和道さん。こんばんは。こんばんはです。バンキツオです。久しぶりです。ああ、はじめまして。はじめましてじゃないですよ。え、絡みありましたっけ。会ったことありますよ。ないですよ。え、あの辰彦の練習企画の時ありますよ。ああ、あったわ。はい、はい、それを前喋った時にありますってちなみに言いましたけど、ワードさん。いやいやいや、カソナマヌシのこととかいちいち覚えてないよ。いや、ワードさんね、最近僕を嫌ってるでしょ。いや、嫌ってないよ。コメントを絶対読まないもん。もう3回連続これで。キツネ枠でしょ。いやいやいや、普通枠で。普通枠で満喫そうなのコメント書いてないよ。いや、書いてますよ。書いてないよ。で、さっきもこれね、満喫そうが上がってもいいですかって書いてあるのに、ね、返事を返答をくれなかったでしょ。いやいやいや、くれなかったでしょじゃなくて、はい。いや、知らないよ、そんな。満喫そうなんて、だって無名なんだから。いや、無名ですよ、もちろん。うん。無名だからこそ上がってきてるんですよ。はい、そこは分かるでしょ。売名ね。そう、もちろん売名ですよ。でもその売名よりも、まあ、その自分のことも何よりも、一言だけ、うんうん、一言で一つ聞きたいことがあるんですよ。何でも聞いて。
なんであれだけ、言い合ってたわ、ドレさんと仲直りしたんですか、うん、仲直りって何？別に喧嘩も仲直りもしてないけど俺。いや喧嘩はしてまして、僕和道さんの枠しょっちゅう見てましたけど、うん、ドレさんとあれだけ言い合って、ましてやドレさんが電話を出てくれなくてめちゃくちゃ叫んでたじゃないですか。みんな叫んでたよ、ね、あれは完全に怒りじゃないですか。もう完全に怒り下手？トーク下手じゃないです。和道さんより僕上手いと思いますよ。え？俺より上手い？和道さんより上手い自信がありますね。あ、そうなんだ。そうですよ。で、そこにちょっと答えてくださいよ。何？だから喧嘩してないっつも。いや、知ってた。じゃあなぜあんだけおらんでたんですか？めちゃくちゃ怒って。え、何？何？おらん、おらんでたって何？あ、おらん、怒って、荒ぶって。おいや、荒ぶってって、だから話を聞いてくれないから、はい、だから、はい、俺は話聞いてもらいたいって言った話したんだからいい、よくない？それで。いやでもあれだけしかとあんだけ字幕でね。いやいや、でだからしかとしてたから、うん、あったから別に話が済んだから終わりじゃん。なんでわかんない？そこはね、だって字幕であれだけむちゃくちゃ言われて。いやいやいや、だから、ね、字幕でむちゃくちゃ言われてたから、うん、あって話ができたからお話が終わったよって普通の人が聞いたら分かる話を、なんでお前は理解できないの？そこをどうやってじゃあ和解したんですか、うん、僕は納得できません。いやだから和解じゃなくて、俺はドレさんに話をちゃんとしようっつって話をちゃんとできたんだから別に何にもないでしょ。言ってる意味分かんない、うん、あれだけ言われてたのに。いやだから言われてたって俺も言ってるし、別に本人と話したいだけだったんだから、俺は本人と話できたんだからいいでしょうが。いやちょっと気に食いませんね僕は。知らない、納得できない。お前のために、お前が納得するために配信やってるわけじゃないよ。いやもちろんそうですよ、もちろんそうですよ。でもやっぱ納得、僕も一視聴者ですから和道さんの。そうなんだ。やっぱ納得いかない。だからそこをやっぱ納得するように。え、なんでお前が納得するように俺あの配信で説明しないといけないの？逆にそれを教えて。一視聴者だから。視聴者だからって何見てる方が偉いの？そんなに偉くない。ただ意見ですよこれは。意見だから意見言ったじゃん。俺は別に何もないよ、うんうん、じゃあもう完全じゃ仲直りなんですか今は。仲直りっつうか、だから喧嘩してないっつっての話わかんねえな、お前。いや、喧嘩はしてたじゃないですか。喧嘩はしてないっつってんの？あれだけ怒ってて。いや、怒ってないって。怒ってるのはドレさんの方なんだから、ドレさんにそれを言うべきでしょ。いや、ドレさんもワドさんも怒ってましたよ。いや、俺が怒ってたのは電話に出なかったことでしょって言ってるじゃん。なんでわかんないんだよ。いや、それもあったし、じゃ例えばじゃワドさんの枠でワドさんこう言ってましたよ。うん、あいつがこんなことやって、あいつだってこうだからなんとかだなって言ってましたもん。どう言ってるじゃん。じゃあ、満喫を、俺の話聞け。俺は疑惑で言いたいことは言ってるから、はいはい。うん。うん。別に文句ないじゃん。それは言ってるから。そうじゃなくて、ドレさんが、ね、ドレさんが怒ってる理由を知りたいって俺は言ってただけなの。そこだけなんですか？いや、そう、ずっとそう言ってるよ、最初から。いやでもドレさんの文句も言ってましたよ、でも散々。いや だからドレさんの文句は俺言ってるっつうの、普段から、うん、別に今だって言えるよ、性格悪いとか言ってんだから、うん、言ってるじゃん今だって言えるよ別に。え、じゃあ好きではないですか？じゃあ、え、何好きではないって？その配信者としてドレさんのことを。あ、お前より好き。いや、それはそこは僕はいいんですよ。いや、僕はいいんですよ、お前よりはるかに好き。いや、その好きか嫌いかだけで、僕とかはどうでもいいんですよ。いや、比べる対象が必要だから、うん、お前より全然好きだよ。いや、対象今必要ないでしょ。いや、必要あるでしょ。なぜですか？なぜ？いや、だって分かんないじゃん、うん、どれくらい好きか。いや、どれくらい好きだって、僕のことは嫌いだったら逆にじゃあそれ、全然その嫌いだよ、嫌いだよ、すごい、もう俺、じゃあ、ネチネチしてる男嫌いなんだよ、俺、ぐち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 、めめしいな、お前。めめしい、僕得意ですね、めめしいのが、大好き。うん、めめしいよ。はい。めんどくさいやつ嫌いなんだよ、男らしくないやつ嫌いなんだよ、俺。僕がじゃあ男らしくないんですか？そうだよ。どこがですか？このネチで嫌いってとこがですか？そうそうそう、そういうこと。だってそこだと気になってしょうがなかったの、一視聴者として。ほうほうほう。だからもう今すっきりしたじゃん。いや、なんかちょっと腑に落ちないな。なんか腑に落ちないな。じゃあ、腑に落ちないところ言えばいいじゃん。自分の意見は自分の意見で言えばいいじゃん。
さっきから言ってるけど、結局なんかスバドーさんの返答がなんかすっきりしないよ。なんかね、お前がね、伸びないの分かった。うん、なんか、絶望的に面白くない。でも俺、ワドーさんより、スバドーさんの、ね、じゃ例えば、なんだったっけ、モグラ枠よりは多いですよ。なんでモグラ枠とけ、モグラ枠と。だって、ワドーさんの関心員が多いじゃないですか。モグラ枠と比べるの。そのレベル。そうですか。あそこが一番、だって雑談を聞いてくれる場所でしょ、モグラ枠って。何を言ってるか全然わかんないわ。絶望的に。絶望的に面白くないな。例えばですよ。例えば、アンチの方とか、監視員の方もいるでしょ、うん、リスナーさんの中には。あ、コラボ上がっていいよ。コラボ上がっていいよ。その中には、だって本当に話を聞きたい人ってやっぱコメントをするじゃないですか。するね。はいはいはい。わ、うん、かるわかる。じゃあ、モグラ枠ってやっぱそれの指標になるでしょ、例えば。なんか、めんどくせえな、お前。めんどくさい。うん。めんどくさい。めんどくさいわ。ほら、そうやって結局逃げるんじゃないんすか。いや、何も逃げてないでしょ。じゃあ答えてくださいよ。はじめまして、ワドーです。聞こえないかな。あ、ワドーさんこんにちは。はじめまして、ワドーです。こんばんは。どうも、どうも、吉田と里美です。どうもどうも。どうも。どうも。満喫がつまらないって聞いてきました。はあ、つまらないよね。関係ないだろ、俺は。ゆきちゃん、絶望、関係ないだろ。絶望的に面白い。俺をいじりに来たの？あとね、間が悪い。人にかぶせるの、そう、それ、それ。知らんけど。いや、今俺の名前言ったから、ほら、またかぶせた。またかぶせた。いや、当たり前でしょ。いや、間が悪い。間が悪い。配信者として。間が悪い。間が悪い。いや、和道さんやっぱコラボしてますから、ふわっちでは。多分僕の方が間に関してはうまいと思ってますけど、どうぞ。いや、どうぞって。何、トランシーバー方式なの、うん、いや、間が悪いって言われたから、ね、こうやって返してるんでしょ。さんが喋ってるでしょ。じゃあ、喋ってゆきちゃん、どうぞ。マーキツオは。マキちゃん声が大きいからさ、喋れよ。じゃあゆきちは早くさっさと。あ、聞こえてる？あ、聞こえてる？聞こえてるよ、俺は。ああ。ね、マキちゃんは声が大きいからさ、頑張れ。いいから、俺のことはいいから早く喋るよ、ゆきち早く、ほら、喋ってみろよ。ちょ、お前が言ってた声がでけえからつってんじゃん。で、今ボリューム下げたけど、今ボリューム下げたけど。でかいから。今下げたからちゃんとラジコンになってあげたから。返し下手だな、満喫を。下手。今あなた何も喋ってないじゃん、和道さん。満喫。何言ってんの。いや、俺の返しがどうとかじゃなくて、あなたの返しが下手だからこそあなたはコメントがないんでしょ、和道さん。じゃあどうぞそこ。じゃあなんで俺より閲覧ないの、満喫を。いや、あなたはニコ生から散々やって、今何年目ですか、ちなみに配信。6年目でしょ。僕まだ2年も経ってないんですよ。で、僕が6年やった頃にもしかしたら追いついてる可能性もあるでしょ。養分伊藤2年しかやってないけど、じゃあ養分伊藤なんで閲覧あんの俺より。和道さんよりは面白いからでしょ。じゃあお前面白くないってことだ。いやまずね、養分伊藤君と比べるべきじゃない。今いないから。なぜならば、いやいや、お前論破されたことに気づいてないだけで。なんで満喫はどうして、だって養分伊藤君だって今圧倒的王に近い男ですよ。また間が悪いな、本当に間が悪い、ね、お前の話なんか誰も聞きたくないんだから、ゆきちさんの話聞こうよ。じゃあ喋れよ、ゆきちじゃん。じゃあ質問どうぞ。満喫はさ、痛いとこついてくださいよ、私の。え、なんで君に俺が今和道さんと喋りに来てんだけど。だってうち和道さんのクラブに上がってんだもん。いや、だから和道さんとじゃあ喋れよ。俺と喋るんじゃないよ。わかるだろ。な、俺に何か言いに来たの？そうだよ。うん、そうだよ。ゆきち、じゃあどうぞ、答えてあげて、どうぞ、ゆきち。何？マキは、うん。どうして声が大きいの？ちょっと、いや、今さっきボリューム4つも下げたし、ボリューム4つ下げたし、4つも俺。大サービスだ、4つも下げたんだから。どうしてお前、ちょっとアカウント交換しろよ、マジで。いや、君はおすすめ規制かかってるから、それ悪いことしたんでしょ、なんか、あのふわっち運営さんに。違う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 。
キャスのね。あ、キャスの？俺も3年間ずっとおすすめ規制だったよ。ようやく解除してもらったから。A 番だから、A 番だから。ちゃんと謝る、俺ちゃんと謝罪文送ったもん。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、マンキスをさ、さっき配信歴2年って言ったけど、はい、3年間ツイキャス、はい、おすすめ規制ってどう、はい、それはあのコメント前の時からもバンになったんです。石川のりきさんの枠でちょっといろいろとあって、そこからずっとバンのままだったんだけど、配信をしてない時も。あ、はい、どうぞ、ゆきちゃん。ワーキツはね、もともと嵐です、この人は。嵐？じゃ面白いよ、ね、この、うちの痛いとこついてって言ってるのはどうしてやってるの？なんで、さん俺は和道さんに喋りに来てるのに、ゆきちんのこと急に言われてもわかんないよ。まあ君に関してはあの最近閲覧がなさすぎだよ、一言 言うんであれば。いや、子供生まれたからだよ。お母さんになっちゃったから。そうです。じゃあお母さんな人は閲覧ないんですか、和道さん。どうぞ。いやいや、もともとさ、ほら、ゆきちゃんって可愛い系でやってたから、うん、そう、ママになったから。じゃあそれは可愛い顔だけで売ってたってことですか。じゃあ逆にゆきちゃんのディスになりますよ。今、ブスってこと？太ったってことですか。そういうことになっちゃえば、どうぞ。いや、太ったでしょ。ひどい、ひどいな、女性に対して。太ったでしょ、どう考えても。した顔パンパンでしょ。こんな可愛い顔してんのに。かいや、顔パンパンでしょ。ツイッターとかでさ、昔のツイッター擦りすぎだなって思ってたよ、俺、ゆきさん。まあ、それは正直思ってるよ、それ。昔の全員思ってるでしょ。それ全員思ってる、正直。最新の画像じゃなくて、昔のやってた頃の画像でツイートしすぎでしょ。いや、でも俺好きだよ、今幸せそうで。ね、お母さんになったんだなと思ったけど。でも、ちょっと、昔の自分に囚われてるよね。いや、ワトさんやれるでしょ、でも。いやいやいや、僕はほら、愛する彼女がいるから。うん。ゆきちゃん、どうぞ、さっきの一応俺痛いとこついたけど、閲覧ないんで。閲覧はないじゃん。ない。もう、ね、あの、っていうか、満喫をもないから。でも、俺、ゆきちゃんよりはあるから。俺、最近50ぐらいあるけど、ゆきちゃん20何歩だもん。だって、うちは廃止してないもん。いや、してるじゃん、大体。見てるよ、俺。売名、今しに来てるじゃん。今、売名しに来てるじゃん。借り切って200人いるから売名しに来とるかな。俺と一緒でしょ。お前も一緒だろ。そう、俺も一緒、俺もそうだから。俺は正々堂々売名って言うもん、そこは。あ、まあまあ、そこは偉いな。もっと痩せるわ、もっと痩せよ、もっと痩せよ、私は。なあ、ゆきちゃん。俺ね、昔はあったよ。ゆきちゃんね、いや、痩せるとかじゃなくて、俺ね、ゆきちゃんはあれだよ、もっとお母さんっぽいキャラクターを出していけばいいんだよ。その色気を売るんだって。お母さんだよ、和道さん。まあ、お母さん。配信とかしてるもん。そうそうそう、そっち、お母さん育児配信に力入れてほしい。ゆきちゃんには。育児配信がふわっち受けると思う。うん、いや、しきちゃんとか受けてるじゃん。育児放棄で叩かれてんじゃん。叩かれてるけど、意外と囲ってるよ、主婦の人とか。育児頑張ってねって。じゃあ多分イコール和道さんが言うには、多分ゆきちがおっぱい谷間ばっかり出してるからそこはダメってことを言いたいんじゃないの、多分。そうそう、もう正直言うと今のゆきちゃんのおっぱいに魅力はないよ。そこはちょっと、そこは同意だな。そこはすいませんけど同意だわ。正直もうないよ。いつならある、いつならあって。だからもう2年前のゆきちさんはすごくにおっぱいに需要あったけど、もう母乳でしかないから、もう母乳にしか見えないんだよ。もうおっぱいではなくなったわ、あれは。なんで垂れてないし。まあね、垂れてるとか垂れてないとかじゃなくて、もうお母さんになった。和道さん、和道さん、じゃあどうやったら閲覧増えると思う、今。ゆきちさんが、ええ、色気を捨てた時だよね。要はね、なんで今、リスナーがつかないかって言ったらさ、子供を産んだのに女を色気にしてるから反感を買ってるんだよ。誰にですか、誰に。女性リスナーから。だから、お母さんを前面に出していったら、お母さんリスナーが多分つくと思うよ。逆にね、和道さん、うちの女見てないでしょ。女しかいないから相手も飛ばない、今。でももっと増えると思うよ。お母さんの人ってさ、やっぱ、リスナーさん女性の方が多いじゃない。
どこの枠見ても、うん、応援したいとかさ、うん、そこなんじゃない、やっぱどうしても谷間はやっぱもう違う、そうそうそう、ないでしょ需要は。ふわってで今、うん、あの需要があるのは犯罪者でしょ。うん、それはでも昔からじゃん、それはもう、もうそうこう言うんであれば、うん、でうちがいつら会った時何してた、ね、お薬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 、サブ、サブ、サブ、年上げと、年上げと何してた、じゃあ、うん、そんなの和藤さんの枠で言うんじゃないよ、お薬のことを、そこは和藤さん年上げ知ってるもんね、違う、空気が違うじゃん、ちょっとそこは、うん、和藤さん年上げ知ってるよね、うん、持ち込むんじゃないよ、そのお薬の話を。そこえ、何、立ち上げやっぱサブやってるの？やってに決まってんじゃん。だよね、だよね、やってないって言い張ってんだよ、最近。やってるよね。やってるでしょ。なんで逮捕されてないの？あれだよ、あれ、あれ、あの、ここで一つサブのね、あの、逮捕されないでしょ、サ、うん、ブはなかなか。あ、そうなんだ。うちの、あの、元彼氏が逮捕されたのは、うん、私への脅迫っていうね。あ、サブで捕まったわけじゃないんだ。そうそうそう。え、シャブってなんで捕まないの？なんでシャブってそんな捕まんないの？刑務所に入れても何のしょうもないからよ。しょうもないからよ。しょうもないからですよ。そんなことなくない？やっててもし、そのちゃんと体内にもし、例えばね、尿検とかでやって出たら捕まえるんじゃないの？それは。尿検するのにもすごくね、あれなんよ。ハードルが高くて、もし尿検して出なかったら、もうその人のこと尿検できなくなるわけ。そうなんだ。それは知らなかったな。だから、あの、すごく慎重になるわけ。で、泣いてるようにしても、売人につながらないと泣いても入らない。なるほど、なるほど。末端を通報したとしても、いくら。だから、今度組長と AF ちゃんがいるけど、今。うん。そこの話も出してくれないよ。ちょっと待って待って待って。落ちようかな、ちょっと。待って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 。ゆきさんが見て、AF と近藤組長はサブやってると思う？思わない？やってるでしょ。やってるよね。やってるよね。で、だって、ゆきさんやったことある人がやってるって言うんだから。え、でも逮捕はされない。近藤組長が売人と繋がってなければ逮捕はないと思う。ちょっと売ってる立場ならすぐ入るけども。なるほど、なるほど。で、じゃあ我々じゃあ視聴者はさ、ゆきちゃんどこを見たら一番分かりやすい、そのお薬をしてる人たちの見方というかさ。いや、俺もやってると思ってるよ。俺もだって目が座ってるしさ。あんな、あ、やっぱ目なんだ。いや、目でしょう。目じゃん。だってく、一番分かりやすいのはたしやぎさん。あれ見たら分かるでしょ。やって、まあまあ、あれはやってるよね。今でもやってる、たしやぎは。やってるじゃん、あんね。うん、この、わかるかな、ファービーみたいな目をしてるんだけどさ、うん、ファービー、いや、瞳孔が開いてるってこと。ああ、開いてるってこと。あ、そう、あ、そうなんだ。やってても捕まらないんだ。でも、現行犯とかさ、尿検で出たらね、でも。いや、尿検を、違う、現行犯でも尿検をやるのに、うん、あの、書類が必要なんだよ。そう、特殊な、あ、なるほど、そう、動かさないといけないから。うん、そう。んファービー人形、あ、ここなるほど。AF ちゃんとか確かに似てるでしょ、うん、似てるわ。そういうことか。瞳孔を開いてカッとなってるんだ。今の面白いね。うわ、ゆきちゃんこれ今日完全に負けたわ。取られたわ。取られたね。取られた、負けた。俺の負けだわ、これは。さすがに。黙ってくれない、黙ってくれない。なるほど。近藤組長みたいだったもんね、今ね。近藤組長はどうだろうな。うん、え、ゆきっちゃんではない、うん、女の子の方がってこと？どっちがってこと？両方でしょ。見て、こっち上げてみるじゃん、まず。うん、あ、ちょっと。AF ちゃんの顔見てない。近藤組長ってやってないと思う。ああ。いやー。え、じゃあ、ゆきっちゃん、あの、教えてほしいんだけど、ゆきちさんさ、あの、サブって、その、売人がどうやって近づいてくんの？誰なの、売人って。うちは詳しいことそこまで知らないよ。売人、知らないよ。使ってたのままじゃないからね。ね、彼氏が使ってただけってこと？そうで、彼氏が、だから元彼が末端の時に。うん、あ、なに、プッシャーだったの？彼氏。末端は変わってる方。ああ、末端ね。はいはいはい。末端は買ってる方だから、末端の時は、だから、いろいろな人が通報したけど、誰も
捕まえに来なかったっていうのは、まあ普通に電話して、イラン人みたいな、日本人だよみたいな人から買って、車でこう受け渡してみたいな。はい。まあ売る側はわからない。多分うちの彼はもう売る側に待ってるんじゃないかなと。アカラークだから。アカラークと関わってるからね。アカラークさんはやってるのそういうこと。大丈夫か怖いな、これ。もうちょっとこれ、一気に怖くなってきた。もう全部喋ろうよ。全部喋ろうよ。わからない。憶測だけで言ったら、またね、家にね、まあまあまあ。チンピラ来たら怖い。まあね、ヤクザ。いや、でも、リスナーさんはそれ興味あると思うよ。聞きたいと思うよ。まあ、そりゃ、そりゃ、そりゃ。うん。ダメだよ、もう、薬物とかやったら。ゆきちちゃんはうちはやらない、うちはやらないよ。もう子供がいるからやらないでしょ、さすがに。いやいや、でもほら、一回経験したらって言うじゃん。まあ、決めせくとか言うじゃん、よく。で、例えばゆきちゃんはないの、そのそういうちょっと過去のそのフラッシュバックというか、また打ちたくなるような衝動はないの？あるよ、全然。あ、やっぱあるんだ。あるんだ。看護学校行くんだ、行こうと思ってるんだけどね、これから。あ、ツイート、ツイート見たよ、なんか。うん、で、まあ、妊娠中とか、その採血とかするわけだ。うん。あの時とかすごくやばかったし。ああ、思い出すんだ、採血で。採血した瞬間にもう同じ。もう体が思い出すんだ。ガーって感じ。何、どういう感じになるの？シャブを打ったら。ダメだよ、でも打ったら。あくまでさ、その、どういうふうにさ、ダメになるのかっていう部分を教えてよ。その。まず、覚醒剤打つと、脳の思考回路が変わっちゃうの。よく、何よりも優先的だな、薬ってなっちゃうっていうじゃんか。ああ、はいはいはい。それは、脳の神経回路が、もう普通の人がこうね、食欲、性欲、と、睡眠欲っていうのがあるんだけど、食欲、睡眠欲、性欲っていうのに、もう一個薬っていうのが、覚醒剤っていうのが、入っちゃうんだね。入っちゃうわけ。そうそう。なるほど。それはやめられないわ。じゃあ、オナニーするの一生やめれますか？ご飯食べるの一生やめれますか？あー、なるほど。わかりやすいね。すごいわ。初めてわかりやすかったの、これ。1年や2年、3年じゃ、それは形成されない、その神経回路は。なるほど、なるほど。もう、ゆっくり向き合っていくしかないんだ。てか、やめれる人ってほとんどいないんじゃないかなと思う。なるほどね。でもさ、その、多くのパターンはどうやって最初その寄ってくるの？売人とか、その初めての時って。だって、ゆきちゃん初めてだったんでしょ？うちの彼は売人ではないよ。これは、彼氏では言ってるけど、そう、元彼が、誘惑してくんだ。パーケを見せましてね、これ。うん。俺、勝負金でやって。うん、ビール入れよっかみたいな。ビール入れたりするの？ちょっとよ、言われるけど、飲めるんだ、そういうのって。はあ。でビールに入れて、でもまあ効かないわけじゃん。そんなのね、しゃぶっちゃったら分かってるはずなんや。なるほど、なるほど。ポンプに持っていくのが、なるほど、効かないの分かってるけど、そうやって洗脳していくんだ、ゆっくりゆっくり。で、うちが飲んだ時はもうゲボ吐いて、やばかって、でまあ大体抗精神薬とか睡眠薬飲んでる人っていうのは、そのケミカル薬物っていうのにすごく、なんていうんやろ、抵抗がないよね。抵抗がない、そう、抵抗がないから、すぐ覚醒剤に走りやすいし、受け入れやすい。うちもそうだったし、だからそんなに吐くんだったら、じゃあポンプでやってみようかと。なるほど。そっか、でも。したらもうそっから終わり。もう終わりだ。一回でも終わり。もう。ね、自分自身はハマってないと思うけど、もう気がついた時にはうちみたいに離れられなくなってる男とっていう状態。ああ、ズブズブになっちゃうんだ。そう。で、子供とかそういうきっかけがあっても変われない人っていうのはやめられないと思う。なるほど、なるほど。じゃあ、もうゆきちゃん聞いてもいい？じゃあ、あの頃、まあ俺はあなたのアンチずっとしてたんだけどさ、リスナーでね。一リスナーでめちゃくちゃ荒らしてたんだけど、その頃結局その、まあ、お互い離れたりくっついたりしてたんじゃない、ずっと住んでるところを。その当時からでも結局自分の脳の中では離れられないなって思ってたの、やっぱり。
そうだね、離れられない理由が薬物だとは認めたくなかったけどね。あ、もうそこだったんだ。ああ、それでようやくなんか解けた、俺の謎が。でも今は、でも素直に認めてるわけだから、ちゃんと向き合ってるなっていうふうに思うけどね、うん、俺は。確かに、確かに。うん、その正直にさ、今でもやりたくなる時あるよっていうのはさ、向き合ってさ、こう自分を変えようと頑張ってるんだなって思うよ。うん、ていうかなんか大きなきっかけ、大体しゃべってるのは子供がきっかけで辞める人がほとんどだけど、あ、そうなんだ。と思うけど、うん、子供がきっかけで辞めれない人っていうのは、うん、ま、長く見てもこの人生の終わりまでに絶対やるだろうなって、うん、うちは思う。なるほど。でも今辞めたいんでしょ、ゆきちさんは。理性では、うん、そうそう、子供の人生があるからね、うん、じゃあ満喫が今から面白い話します。いや、もうそこの状況下で振られてもいや、ここで、いや、やっぱ満喫はもう爆笑トークですよ。え、じゃあ僕が滑らない話をしたらみんなもしてくれるんであればしてもいいけど、そこは。あ、いいですよ、全然。滑らない話。じゃあやります、やります。勝負しましょう。僕はいいですよ。滑らない話ですね。じゃあ僕からいきますよ。はい、でせっかくでさっき薬物の話が出たから、ちょっと僕もちょっとそっち系のお話をしたいと思います。はい、僕若い頃にその全然そっちのその組員とかそういうの全く関係なかったんですけど、アルバイトで、はい、たまにおバイト運転手とかね、あと墓参りとかとかしてたんですよ。そういうちょっと反社会勢力の方たちと、ほうほうほう、その組のですね、あくま1万円くれるから、いつも何やっても。で、たまたまその本部当番ってあるんですよ。その薬剤屋さんの何々会っていう。はい、質問。当番やってるってことは札かかってたってこと、はい、いや、僕は全くないんですよ。それあくまでもそこの僕がお小遣いもらってるとこが、その人数が少なくて、もう言ってみたら組に会には黙ってアルバイトのとにかく人数がいないとどうにもなんないから。だからあれしょ、札はかかってないけど、要はチンピラだったってことでしょ、はい、いや、チンピラでもないですよ。僕普通に仕事してたんですよ。いやいや、あのね、日曜日とかだけみたいな。いやいやいや、世間一般からするとそれってもうチンピラなんだよ、うん、いや、わかりますよ、わかりますよ、うん、だからその1年間とか半年ぐらいの感覚なんですけど、うん、でもその本部当番っていうのがあって、はい、その、うん、まあ一晩半、二晩ぐらいかな、泊まるんですけど、うん、そこへ。で、まあ、その、電話当番してみたり、で、その、一緒にその、うん、まあ、偉いおじさん、まあ、60何歳ぐらいの人かな、ちょっと偉い人、お金持ちの、うん、まあ、お金持ち、うん、お金で成り上がった薬剤屋さんなんですよ、その方が。で、その和室でね、その、なんとか会の、その、でっかい屋敷の中で一つの、いっぱい部屋がある中で、一つの部屋に一緒に寝ないといけないっていう、なんかその、拷問があって、布団をね並べて引いて寝たんですよ。でその前に僕がやっぱね下っ端だから引くんですよ。でその僕結構離れて離してたんですよ、布団を、うん、なのにそのダメだくっつけってなんか怒られて、あ、まあまあまあじゃあ分かりましたと。でもうその方やっぱおじいちゃんだからすぐ寝たんですよね、いびきかきながら、うん、でそのなんかいびきかいてる途中にその寝言をなんか言ってるんですよ、うん、で何かなともちゃんと聞いたら、まあ、喧嘩してるんですよ夢の中でね、うん、夢の中で喧嘩してるんですよ。で、我やストレアっていう、そのまあもう、寝てるんですよ。目は絶対つぶってるから。うん、で、そのよく聞いてたら、その、我やお前金持っとんどって、まあその広島弁でね、我やお金、わしは金を持っとんじゃっていうことをアピールしてるんですよ。夢の中、誰かと対立してる人にね。うん、で、多分その夢の相手はね、その対戦相手が、じゃあ何も持っとんなって多分言われたと思うんですよ。で、うん、その、僕と一緒に横に出た人が、おお30円じゃって言ったんですよね。っていうお話でございます。今ここ笑うとこですよ。30円、めちゃくちゃその人金持ちなんですよ。なのに30円じゃって、まあ、寝言でね、言ったっていう。いやー、いや草が。いやね、はい、面白かったね。はいすごい。今まで聞いた話で、いや、今まで聞いた話で一番面白かった。いや、わざわざ待って、私もいるから。うん。あ、あるの？滑らない話。いいっすか？もちろん、もちろん、どうぞ。はい。お願いします。西成に住んでた時の話なんですけど。はいはいはい。西成に住んでた時の話なんですけど、うん、西成って言ったらね、もう本当にね、有名、いろんなエピソードあるよね、うん、まあ
うん、まあ、西成の、みんな知ってるあの花火が、うん、こうついてるスーパー、うん、まあ、あえて名前は伏せますけど、うん、まあ、そこに私行ったんですよ、うん、ほう、お金がないときね、ちょっとまあ西成に住んでたもんで、はい、格安スーパーで有名なね、そうですね、1円からね、うん、あるっていうね、うん、まあそこで、うん、まあ行ったんですけど、うん、まずお弁当コーナー行きました、うん、お弁当コーナーね、うん、お弁当コーナー行ったら、まあ、まあ当たり前のようにお弁当に穴が開いてます、うん、お当たり前のようにお弁当に穴が開いてる、ホームレスの人が、うん、ホームレスのほじくった跡があるんですけどね、え、お弁当の何、穴を開けておかずを盗むってこと？そう、おつまみ感覚でほじくったんですけど、うん、まあ、でその後に、まあ、うん、あ、これほじくってるなと、ほうほう、これ食べれない、ダメだと、うん、でその後、お魚コーナーに行ったんですよ、まあ、今日はね、ビールでも飲みながら刺身で食べようかと、うん、お魚コーナーに行ったんですけど、まあ、うん、やっぱ触るじゃないですか、刺身ってこう、うんうん、なんか、あ、ちょっとなんか弾力があってなるじゃないですか。うんうんうん。でも、まあ、よく見ると鮮度がね。それも、そう、それもほじくってる。何個か。うん。ああ、ダメだなと思って。うん、私、まあそういうふうなことをしながら、大根の方に行ったんですよ。うん。大根も持って、あ、今日はこれで鍋でもしようと。なるほど。うん、そう。で、大根の方めくったんですよ。うん。たくあんになってました。これは勝ったな、うん、ちょっと。これは勝ったな、ゆきちゃん。ごめんけど勝ったな、ちょっとこれ。もしかしたら。買っちゃった、うん、セラさんの顔文字が全てを物語ってる、はい、正直このパターンで聞いたらまずゆきちゃんなら草を取りやすい感じ、うん、取りやすい状況だっ だったけど、ね、ちょっとこれホームだけど、うん、まずゆきちゃんまだ分かんない、まだ分かんない、和道さんのもあるから、和道さんの、僕の番ですか、和道さんのあるから、和道さんのあるから、落ちてきます、ありがとうございます、今日ありがとうございました、今日だな、はい、はい、ありがとうございます、うん、じゃあ僕の番ですか、はいはい、お願いします、滑らない話、まあ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 配信をやってたらやっぱりまあ皆さんわかると思うんですけど減らったりするじゃないですか、あ、はい、まあ、あります、閲覧が伸びない、花火が上がらない、まあ、はい、アンチコメントが増える、さまざまなことがありますよ、配信をやってたら、ありますね、うん、で6年やってるんですよ僕は配信を、はい、はい、うん、6年で、でまあ花火は上がらない、アンチが多い、閲覧も微妙、もう終わりかなって思ってて、はい、悩んでたんですよ、うん、で そんな中でね、あの桃奈々さんと3倍目ヒカルくんとあのイベントにあのご一緒した時に、ちょっとこれ桃奈々さんとヒカルくんに今後の配信の活動っていうのをやっぱり相談しようと、このままじゃ良くないと思ってご飯に行ったんですよ、うん、で、お寿司屋さんに行って、回転寿司屋さんだったんですけど、はい、レールが回ってる方に、ヒカルくんが座って、で、うん、その隣に僕が通路側に座って、で、向かいに、桃南さんが座ったんですよ。うん。で、まあ、配信会のこと相談をしていって、で、僕はもう、桃南さんに、やっぱり、今後どうしたらいいのかっていうのを、やっぱり、相談するから、注文とかさ、タッチパネル式だったから、もうヒカルくんに、あ、お任せでいいよって、ヒカルくんはもう寿司好きに頼んでって言って、こう相談してたんですよ。うん、はい。で、まあ、モーナーさん何食べますかって、うちはこれ食べるとかやってて。で、まあ、ヒカルくんが適当にピッピッピッって、うわっせ、僕頼みますねとか言って、こうやってて、はい。で、こっちは真面目にやってるわけですよ。いやー、アンチが多いんでブロックした方がいいですかとか、ブロックはせなあかんでとか。でもこういうコメントは盛り上がるからブロックしたらあかんで、ワド君みたいなのバーってやってたら、まあお寿司が届いて、で桃野さんがマグロとサーモンと、まあなんか軍艦巻きみたいなの頼んで、ヒカル君が頼んだのは縁側6個来たんですよ、うん、でまあ縁側好きなんだなと思って、おっさん縁側うまいっすねとか言って
で、まあ、美味しいねって言って。で、まあ、まあいいやと思って、こうずっと相談してて。で、計15皿食べたんですよ、僕。15皿。うん。そのうち縁側が12皿だったんですよ。その時の桃奈々さんの桃奈々さんの光くんに対するコメントが、はい、光くんって浮気せえへんタイプやなって言ったら、光くんがなんでわかるんすかってちょっとそれ、いや縁側で終わりかと思ったら、うん、そう、いやその桃奈々さんが最後オチだったんですね。あ、なるほど、 そうだね、そこはそれちょっと面白かった。それは意味わからんですもんね、うん、縁側で。あと、まあ、まだまだありますよ、はい、3倍目光くん、はい、3倍目光くんって小学校と中学校、はい、まあ、9年間あるわけじゃないですか、はい、で9年間あるうちに登校したことが3回しかないんですよ僕は知ってます、まあまあ、はい、はい、でこの時点で面白いのに、はい、光くん何やってたのって、中学校行かない何やってたのって言ったら、いや、はい、チャリンコで走り回ってましたねっていうのおー、そうなんだって、そうなんだって思ってね、はい、チャリンコで走り回ってたんだって。え、普段テストとかどうなの、うん、光くんって言ったら、よーさん、マイナス5点取ったことあるんすっていうのもう光くんの中では0点取るのが当たり前なのよ。なんて言ったって学校行ってないから。で、はい、いや、マイナス5点は聞いたことないなと思って、うん、え、光くんどうやったらマイナス5点取れるのって聞いたら、うん、気になる。いや、全部わからなかったんで、寝てたんすよって言って。で、先生に呼び出されたら、自分の名前間違えてたんすよって。天才だなと思って。いや、でもそれ完全に3倍目ヒカルさんのネタだ。僕も散々見てきてるから、3倍目ヒカルさんはもう1年ぐらい毎日ほぼ見てたんですよ、昔。はいはいはい。全部聞いてるから、それほとんど。まあ僕はまあそれ何回聞いても面白いですけど、それだってヒカル君のネタですもん、それ。まあまあいいですけどね、滑らないネタだから。いいんですけど、ちょっとずるいな、ちょっとこれは。完全にヒカル君ネタ。ワードさん、その実話なんかないですか、うん、ワードさんのその体験でっていうの。あ、ありますよ。じゃあ僕の体験でいきますか。それが聞きたいですよ。はいはい。僕、3人兄弟なんですよ。はい。はい。で、妹が1人いて、弟が1人いるんですよ。はい。で、お母さんとかってよくテンパると、子供の名前呼び間違えたりするってあるあるじゃないですか。ありますね。あるあるですね。うん、はい。で、僕、高光っていう本名だから、高光とか高って呼ばれるんですよ。はい。うん、だけど、母親が僕のことを、一回とんでもない呼び間違えをしたことがあって、ほう。リビングでテレビ見てたんですよ。で、はい、もたれかかってるのが、こう、なんていうんですか、窓なんですよ。窓が、でっかい窓があって、で、そこにもたれかかって。うん。はい。で、よく、うちの母親テンパるから、妹の名前呼んだりとか、弟の名前呼んで、あ、間違えた、高光だったわ、みたいなことはよくあったんですけど、一回母親が僕に向かって、はい、窓、網戸、雨戸って叫んだことがありました。わけがわからん。はい、これ、はい、はい、こんばんは。よろしくお願いします。作業枠です。僕は写真の現像作業をやってます。なんかコラボ調子悪くてね、プツって切れちゃったよ。うん、コラボ切れちゃった。うん、どうもいいね。
楽しみだね、これからね。一眼、楽しいよ、一眼レフは。面白いよね。はい。9000D 買ったんだ。そこそこ。9000D か。APS-C サイズ相当の画像実写搭載車。ほうほう。なるほど。レンズは？愛はかつ金魚姫いらっしゃい。レンズは？標準？ズームレンズかな？標準の。いいと思います。カメラ面白いよ。ダブルズームキット、ダブルズームっていうのがあるんだ、知らないな。へえ。まだ現像が終わってないね。まだ現像が終わってない。修正とチェックが入って、でモデルさんの許可が出て完パケっていうんだけど、完全にその仕上がった段階でツイッターに載せるっていうのが、まあそんな感じだね。写真は一応ほらみんなでチームでやってるものだから、完成品じゃないものをアップロードしたらね、やっぱ失礼に値するから、まだですね。現像っていう作業があるんですよ。カメラやってる人だと分かるけど、取って出しって言ってパシャって撮ったものをは、作品にはならないんだよね。みんな加工するから、その修正入れたりとかね、いろいろやらないとねダメなんですよ。取って出しとパシャって撮ったのをそのまま扱うのは取って出しって言うんだけど、いいね、保管室ね、いいんじゃないでしょうか。ダメダメダメ、プロは絶対そういうことやらない。撮影したのをそのままアップロードするっていうことは絶対やらない。現像作業必ずやるよ、プロの人は。やっぱシャッター本当が甘いな。そうだね、うん、お直しが必ず必要ですね。お直しが、シャッタースピード200で切らないとダメだな。これでいいかな。あれ面白いよね、ああいう知らないものを知るってね。ああいうのがね、やっぱ放送の醍醐味だよね。俺もやってよかったなと思ってるよ。どれ使おうかな。
ねえ、まあ、ああいう感じだね。ああいうことをずっとやってんの最近は、配信外で。そうだからなかなか配信ができなくてね。でもまあああいうのができてよかったなとは思ってるけどね。リスナーさんもさ、ああちゃんと真面目にやってんだなっていうのがわかるじゃん。ありがとうございます。頑張ります。ありがとう。まあね、頑張ってる男はよく言われるのが、まあ、真面目な顔してるとかっこよく見えるらしいよね。ハートありがとう。いや本格的に勉強してますよ。やっぱいい映画撮りたいからね。
すごいね。結構でっかい会社なんだね。すごいね。それはすごいわ。嘘。配信好き、配信好き、最高配信見るのかな、どうなのかね。あ、まあキャスだよね。うん、若い子はふわっちとか見ないよ。キャスだよやっぱり。キャスキャス。圧倒的にキャスだね。これこれが一番有名、配信会で一番有名なのはこれこれ、うん、これこれは超有名。むしろ知らない人いないぐらい有名だね。ワドって言うと、うわ渋いところ見てんなみたいな感じ。ワドを見てんのみたいな。ワドは2だよ。ワドリスナーはすごいコア。渋いでしょ。でも知ってるとは思うよ。配信見てる人だったら名前は知ってるけど、ワードを見てんだみたいな。すげえコアだなって思う。知ってはいたでしょ。やっぱ名前は知名度はあるんだよ。ただね、ワードを見てんのみたいな。すげえコアだねみたいな、そういう感じだと思うよ。なかなか、なかなか2だねっていう。あー、それはいいね、それはいいね、それはそうだな。
俺は若い子に受けるコンテンツやってないかな。もっと若者受け狙っていかないといけないんだろうけど。本当はね。メンヘラババアってことだよ。メンヘラクソババアっていう認識なんだよ。そうですよねはメンヘラクソババアのそうっていう意味。わかりますよって。ねえ、よかったじゃん。まあでもテレビの話題じゃなくて忘年会で配信の話題するっていうのは時代の転換期なんだろうな。うん、思わない？昔だったら絶対テレビの話題だったじゃん、 100% だって世界のどっかで知らないところで俺の話題してくれてんだもんね。ありがたいよね。そりゃ不思議だよな。なんか自分が会ったこともない人と会ったこともない人が自分の話してるって変な感覚だよな。不思議だよ。不思議じゃない？変なの。面白いよ。
俺らただの一般人なのにね。結構見てるよ、結構見てる、いろんなところでいろんな人が見てる、話題にはなるかもね。ありがてえよな、そう考えると。あ、間違えた。くそ。231なのかな。231なので行こう。いや、話のね種になって嬉しいっすね、うん、共通の話題があるとね、いいよね。
ああまあ親近感湧いたんじゃないの、身近になったんじゃないの。年齢差があるとさ、何考えてるか分かんないけど、ああ先輩も一緒なんだみたいな、面白いよねみたいな、そういうノリだと思うけどな、多分ね。だよね、多分ね、みんな一緒なんだみたいな。わかるわって感じなんじゃないの、わかるわって、この写真すごくいいな、この写真いい写真だな、結構かっこよくできたかな、この写真が一番いいかもしんない、いいね、雰囲気あるね、いい感じじゃないでしょうか。悪くない。雰囲気あるね。おー、ありがとう。サンキュー。腹減ったな。
トイレ行ってくる。うん、おー、こんにちは、久しぶり。元気？トイレ行ってくる。こんにちはっす。ん？鳥四つ？バカありがとう。おー、花火ありがとう。ありがとうございます。花火ありがとう。おざっす。キャストのコラボ、あ、いや、俺が今パソコンで編集してるから、パソコン1台しか持ってないから、あの同時配信ができないんですよ。キャストもやってるよ、さっきまでやってた。あの機材の問題、完全に。だから新しいパソコン欲しいんだよね。機材がないのよ、ただ単に、それだけ。だから俺が写真いじってる時はパソコン使ってるから携帯電話で配信してんの。さっきやってたよ。
そうなんだ、うん、今スマホスマホこれはスマホですよ、うん、今スマホうん治ったっていうかついたね治ったっていうかついたうんかな7月13日うん何だろう俺ねあんまりねリスナーさんと会うの好きじゃないんだよな何か要件によるかな要件によるかも。一度着いたらあったかいよ。で、暖房回ってるから。なんか、最近忙しくてさ、なんだろう、要件が噛み合ったら会おうよ。最近バタバタなんだよね。花火ありがとう。自己体か。なんだろう、自己体かって。花火ありがとう。ん？自己、花火ありがとう。あー、カメラの知識深めたい。あー、1月13。一緒に撮影やる？カメラか。配信回し OK だったらやろうか。配信回し OK で企画としてやろうか、それ。1月13日。どう？配信回し OK だったら全然。3時間ぐらい。2時間、3時間。じゃあやろうか。うん。配信回しながらカメラの。そうしましょう。ありがとう。メガホンありがとう。じゃあさ、三原さんさ、2日前とか3日前とかになったら連絡ちょうだい。もう一回スケジュール今入れておかないから、あのね、ちょっとね、あの弾丸塾とかのスケジュールとか仕事とかが入っちゃったら申し訳ないんだけど、3日前ぐらいに、あのもし何もなかったらっていうことで。あ、俺は行かないライブは。ごめん、それは行かない。うん、うん、誰のライブ？
かんない、絶対行かない。でもライブは難しいよ、すごく。ライブはすっごく難しい、レベル高いよ。写真の中で最も難しいって言われてるやつの一つはね、あの動き回る、光は飛び交う、しかも一瞬しかシャッターチャンスがない、もう超難しいジャンルだよ。撮らないんかい。ライブはめちゃくちゃ難しい。せっかくなんだからやればいいのに、もったいない。超カメラの技術上がるよ。ありがとう、ハートありがとう。めちゃくちゃレベル上がるよ。あのびっくりするぐらい難しいから、花火ありがとう。たくさんありがとう。匿名さんありがとうございます。すごい大盤振る舞いだね。ありがとうございます。助かります。花火ありがとう。ありがとう。ねえ、花火すごい今日。作業枠なのにごめんね。難しいな、どれでいこうかな。そう、全く同じ見える写真でも表情が微妙に違うんだよね。これでいくか。大盤振る舞いだね。これでいいか。羽が見えてんだよな。トリムでごまかすか。
わあ、花火ありがとう。あ、キツネで遊んでいいよ、全然。アンチコメント書いてた？ありがとう。キツネやってた甲斐があるね。ありがとう、ありがとう。わあ、めっちゃ今日すごい、花火。ありがとう。キツネやってた甲斐が報われたね。報われた。やっててよかった。ビビット、ディープ。ディープ、ビビット。クリア、クリアかな。いや、花火ありがたいっすね。ありがとうございます。ありがとう。すげえ大盤振る舞いだよ。年末大盤振る舞いだよ。メガホンありがとう。メガホンありがとう。ごめんね、作業枠なのにたくさん。花火さんありがとう。あ、この写真めちゃくちゃいいな。いや、この写真めちゃくちゃかっこいいかもしんない。意外と撮れてるな。いい感じじゃない？ほら、かっこいいよね。なんかアーティストっぽいよね。かっこよくない？いい感じでしょ。かっこいいね、これね。いい写真だね。これかっこいいね。なんかジャケットとかに使えそうじゃない？音楽とかの。ちょっと特殊な写真だけど、すげえかっこいいよね。うん。これ躍動感あるし、ドラマがあっていいね。目がちょっと暗くなっちゃってるのがもったいない。ねえ、かっこいいよね。これかっこいいよ。うわー、花火ありがとう。大丈夫？無理しないでね、花火さん。ありがとうございます。すげえ。どうした今日は。今日はすごいね。飛ぶ、飛ぶねー。すげえな今日。飛ぶねー。飛ぶねー今日は。ありがとうございます。飛ぶぬ。飛ぶねー。ありがとうございます。あとは色相をどう持っていくかだな。うん、いい写真だな、これ。じゃあ、ついでにどうぞ。わお！特命さん、花火ありがとう！ありがとうございます！特命さん、ありがとう！あざす！あざす！あざす！ありがとうございます！あざーす！嬉しいなぁ。いいね、いいね、ありがたいっすね、うん、ありがとう。
しいよ。これでうまいものが食えるぜ。またリスナーから花火もらってこれでうまいものが食えるぜ。古いよっていうね。私利私欲を肥やしてやるぜ。仮面ライダーの敵とかにいるキャラ。古っていう。出たなショッカーっつって。おっしゃ、作業終わりました。一段落です。お疲れ様です。写真現像終わりました。よし、終わった。お疲れ様。終わった。よかったよかった。大変だった。うん、ここまでがね、ここまでが写真の仕事だから。もう現像、まだ最終的な修正がクライアントから来るんだけど、大体この流れ。カメラ撮って家で現像して、でクライアントさんに送って、でそっからはねもう微調整。そうそうそう、ここまでが仕事なんですよ。あのね、意外とね、写真やってる人ってパシャって撮ってデータ渡したら終わりだと思ってるんだけど、違うんだよね。ここまでが仕事なの。この一連の流れで、こっからは微調整。この写真の色合いこうしてください、肌をこうしてください、もっと他のパターンの写真ください、これは OK です、この写真は NG ですって、こういう流れっすね。いやー、落ち着いた。一回でも、まあ昨日ダメだなと思ったけど、今見返してみたら何枚かかっこいいショットあったから、多分喜んでもらえると思うな。まあ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 、いい仕事したんじゃない。昨日疲れてたからな。 KP お疲れ。仕事終わりの KP コーヒー。うん、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとう、風船ありがとう。 KP、うん、ありがとう、サバさんか。ありがとう、アイテムありがとう。よっしゃ、寿司ありがとね。今ちょっと連絡するわ。うわあ、花火ありがとう。 KP ありがとう。マルーン特命さん、花火ありがとう。やべえ、年末めちゃめちゃ嬉しい。ありがとうございます。ありがとう。オッケーかな。
いやシャッター1000枚切って、 ありがとう寄せみてさん、1,2,3,4,5,6,7、シャッター1000枚切って使える写真が13枚でした今回。わかる、あの1時間2時間パシャパシャパシャって準備だけで、3時間セット組んでメイクやってっていう3時間照明焚いてっていうで、1時間半シャッター1000枚切って、それで使える写真13枚、こんなもんすね、こんなもんす。大変でしょ、いや大変でしょ。これでその1枚こんだけ作業して、でなんかバイト代よこせとか言われたら腹立つでしょ。私モデルやってやるからバイト代よこせとかさなんかなんつうの、お前の写真なんてとかさ、すげえ腹立つよ。みんなね頑張ってやってんのに、だから1個の写真作るのもこれだけ労力かかるんだよ。すごい大変。いや終わった、落ち着いた、一回よかった。まあまあいい写真何枚かあったからよかったな。モデルさん喜んでくれるといいけど。でね、モデルさんが喜んでくんなかったら全く意味ないかんね。ああでもまあ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 いいんじゃないかな、悪くないよそんなに。一番気に入ってるのが、まあ、作品としてはこれが多分一番俺がクオリティ高いかなって思うのはこれかな。これはまあうまくできたんじゃないかなって思うけど、モデルさんの綺麗さも出てるし、こう演出としてすごい映えてるというか、うん、写真の出来はこれ気に入ってるかな、表現としては。えがったえがった、お疲れだね。今日忘年会か。よし、データ保存しよう。これがね、結構こまめにやらないとダメなんですよ、データ保存を。でも写真4ヶ月にしてはうまいでしょ。まだカメラ買って何にも右も左も分かんなくて4ヶ月だよ。うまいでしょ。頑張ってるよ。あ、写真のうまさと映画のうまさはね、ねえ、4ヶ月にしては結構頑張ってるんじゃないかな。
パソコン買わねえとダメだな。でももうちょっと今のパソコンのスペック限界ですよ。作業効率悪い。ちょっとうまいから知らんうまいから知らんってどういうこと、ありがとうね。アイテムクリスマスアイテムありがとう。プレゼントボックス、まあね、結果ね、作品が良ければ勝ちだからね。結果作品が良かったら勝ちなんだよ。どうしよっかな。作業終わってデータ保存だけやるか今。いやこれも本当に皆さんが花火で買ってくれたカメラのおかげですよ。ありがとう本当に。みんなのおかげでこういう活動ができて本当に幸せです僕は。ありがとう。幸せもんだわ。許可が出たらね、OK がクライアントさんから出たら、ツイッターに写真アップするんで、ぜひ楽しみにしててください。さて暇になったぞ。トム池暇になったな。29か今日。トムソーヤ池上忘年会か。おっさん忘年会。何やるか。飯でも食うか。何食べようかな。何食べよう。腹減ったわ。一回じゃあツイキャスとコラボ枠にしようか。キツネ枠に戻すね。ツイキャスとパソコンで配信するんで。一旦お疲れ様です。たくさん花火ありがとう。オッツです。